急に願いを。スタジアムへご来場の皆様、各種メディアでご観覧の皆様、いつもありがとうございます。今、私たちがこうしてサッカーを楽しめるのは、大勢の方々による理解、応援があるからです。また、紛争や戦争のない安全、安心があるからです。全員で、これらへ感謝しましょう。正直、自分が生きている間に、 まさかこんな経験ができるだなんて思っていませんでした。ご存知のように FC サイボーグスはここムーンガザで誕生しましたがメンバーたちの出身地は世界中の難民キャンプ。四六時中戦火に追われ命からがら生きながらへ今日を生きることで精一杯という人生をずっと歩んできました。四肢、眼球、内臓、骨格、筋肉、神経 様々な生体機能を失う、未来は完全についえたものと、覚悟しました。しかしある日、希望の光が差した。最後奥技術。この医療のおかげで私たちはまた、全力で走り、ボールを蹴り、仲間たちと笑い合えるようになった。これを奇跡と呼ばずにいられるでしょうか。そんな私たちから、 地球で暮らすすべての方々へ向けて大切なメッセージを送ります。どんなに苦しい時も優しくあり続けましょう。誰に対しても温かく接しましょう。犯した過ちは癒しに変えて届けましょう。自分の命を大切にするように他人の命も大切にしましょう。幸せに生きるためには 本当は、それだけあるが十分なのですから。ME14 年12月1日。ドーム4、ムーンガザスタジアム。FC サイボーグス。